女子プロレスのスター選手だった木村花さんテレビ番組での言動に対してツイッターなどで心ない言葉を受け続け先月22歳の若さで亡くなりました SNS 会員制交流サイトの普及により近年インターネット上での人権侵害が 大きな社会問題となっています。総務省が設置するネット上での有害情報の相談窓口には、ここ数年年間5000件を超える相談が寄せられ、受付を開始した2010年から5年で4倍に急増。その大半が他人の名誉を傷つけたりプライバシーを侵害する。 匿名の誹謗中傷です発信者情報開示請求がなるべく早く、それから簡易な手続きで利用できるようになれば、安易な誹謗中傷とかですね、そういった書き込みは減ってくるのではないかと。こう話すのは、ネット上での権利侵害に詳しい、弁護士の川添恵さんです。 2001年に成立したプロバイダー責任制限法では、匿名の人物による悪質な書き込みがあった場合、被害者が SNS を運営する会社などに対し、発信者の情報を開示するよう求めることができます。ただ、実際にに、はは権利のの侵害が明白ででなないなどの理由で開示されずに裁判を経てようやく、 発信者が特定できるケースが多く、損害賠償請求などを行うまでに、1年程度要することもあると言います。通信事業者ですね、プロバイダーや携帯電話事業者というのは、通信に際してアクセスログというのを取っていますけれども、その保存期間というのは、大抵3ヶ月から6ヶ月程度とされています。 まあ書き込みがされてからですね時間が経ってしまうと、これが、発信者が特定できない、書き込みをした人が特定できない可能性があるというところが、このネット中傷の被害では一番問題になる点だろうと思います泣き寝入りする被害者が多い現状に、総務省は4月、有識者による研究会を設置し、制度改正に向けた議論を加速。 氏名や住所のほか、電話番号を情報開示の対象に加えることで、発信者の特定が大幅に簡素化される見込みです会員認証をするときの携帯電話番号の情報を開示してもらうと。 ということにすればです、ね、その電話番号をもとに、またその契約情報を裁判手続きを経なくても調査ができるわけですから、そうすることによって、早く投稿した人を特定することができると一方、木村花さんが亡くなって以降、自分の書き込みが誹謗中傷に当たるのか不安になり、弁護士に相談する人も増えていて、 ルルール以前に利用者のモラルが求められています。 インターネットを悪口や誹謗中傷の場としてしまうということはやはり表現の自由それから通信の秘密といったことを保障するためにはこうしたインターネットの場を活用して本当に便利に利用していかなければならないそうしたことに対して水を差す行為だとも思いますのでやはり自分が投稿した内容を書き込んだものがどういう影響を 与えるのかあーということについては書き込む前に是非自分に問いかけてみていただければなと思っています。